清水さん、こんにちは。こんにちは。今日の名工展が、はい、京都文化博物館であります。京都文化博物館っていうのは、三条通り あのレンガの三条高倉になるの、高倉じゃないか、三条高倉になるのか、いや違う、うん、三条通り、はい、あの烏丸から東、烏丸から三条通りを東に入って、うん、あのレンガの建物ですよね。そ、はい、そこで、うん、今日の名工展、はい、どんな展覧会なんですか？京都府が、うん、まあ、60歳以上になるんやけど、はい、まあ、資格、うん、でそれで、審査があってね、はいはい、それ受かると、優秀技術者表彰っていうのがもらえる。ほうほう。それを今日の名工っていう、あ、それも、はい、その名工の方々ばっかりの展示会、うん、僕も名工になってこれで5年かな。はい、うん、木工以外もあるってことですね。木工はもう着物から全て、うん、京都の伝統工芸、うん、全部見られます、この動画を見てくださる方、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。では皆さん、さようなら。